おはようございます。まず最初の動画を撮りたいと思います。まずは親指全体を鋭角スライド。これでしごく。よいしょ。次は鋭角プッシュ。これで3秒。1、2、3。1、2、3。反対も。まず、親指を全体的にこう、鋭角スライド。そして、その後に、鋭角プッシュ。2、3。1、2、3。次は、親指の第一関節あたりを持って圧をかける。それで3秒。1、2、3。もう一回。第一関節あたりを持って圧をかける。1、2、3。反対も。あたりを持って。1、2、3。1、2、3。次、親指のちょうど真ん中を鋭角でプッシュ。1、2、3。もう一回。真ん中を鋭角プッシュ。1、2、3。親指の真ん中を。1、2、3。1、2、3。次は、親指の付け根あたりを挟んで持って、手の親指側に少し傾けて圧をかける。そんで3秒。1、2、3。そしてそこから親指をぐるぐる回す。反対も。もう一回。付け根あたりを持って手の親指側に少し傾ける。そして圧をかける。3秒。1、2、3。そんで親指をこうぐるぐる回す。反対も。付け根あたりを持って親指側に傾けて圧をかける。1、2、3。そんで、そのまま、親指をこうぐるぐる回す。反対も。もう一回、付け根あたりを持って、手の親指側に少し傾けて圧をかける。1、2、3。そして、そのまま、親指をこうぐるぐる回す。反対。よし。また後で投稿します。